33歳、高卒で親戚が現役で東大に合格し、嫉妬で狂いそうです。いろいろずれてるのは承知で、この決め値の解消法を知りたいです。えっと、まず、あの、ご自身がバカであるということを自覚してください。あの、親戚の子は賢いので東大に受かりました。あなたは33歳で大学にも行けなくて、ニートで無職ですと。で、2年経つともう35歳なので、ニートすら名乗れないんですよ。ニートって35歳以下なので。 なので、あの、晴れ晴れ、35歳、無職が出来上がるので、なので、残念ながらあなたは東大に行ける親戚に嫉妬できるほどの実力も能力もありません。というのを自覚した上で、じゃあその親戚の28歳とかで合格した子と、どうやって戦うかっていうのを考えるべきなんですけど、東大に行ったから幸せになるわけではないのですよ。まあ、東大に行ってそのまま自殺しちゃった子なんで、探せばいくらでも出てきますけど、 本人が幸せに感じるかどうかっていう問題で、じゃあ別にあの高卒ニートでも働かなくても暮らせてるわけじゃないですか。まあ親が金持ちなのかなかわかんないですけど、ということは別に勉強もしなくても、働かなくても、農道とうんこ清掃マシンとして33歳まで生きてきたわけだから、全然勉強しなくても幸せじゃん。俺楽しいっていう考え方もできるはずなんですよ。 今の自分のポジションでどうやって幸せになるかで実は結構幸せなんじゃねっていうのを自覚できた方がまあ残りの人生あと50年ぐらいあるのでそっちの方が楽しいと思うんですよねだって今その18歳の東大生に嫉妬してじゃあこれから東大受けるかって勉強しても多分無能なんで無理なんですよ。他人と比較するのではなく自分自身でどう何が楽しいとかこうやったら幸せとかなんかあのこれ食うと美味しいみたいな感じでちょっとずつ幸せを感じるものを増やせばいいんじゃないかなと思います。 24歳男会社員です。付き合って3ヶ月の彼女がいますが、自分の嫉妬心の強さに悩んでいます。彼女はよく異性の友達と遊ぶんですが、それが嫌でたまりません。しかしそれを彼女に見つけても、折り合いがつかない悩みに見えています。この気持ちをどう消化すればよいでしょうかもしくは彼女が異性の友達と遊ぶのを止めさせ,やめさせることはできるでしょうかできません。えっと、あの、彼女の友達と一緒に遊びに行ってください。<laughs> 要は、彼女の友達だから、 どんな人だか分かんないから何するか分からないって嫉妬するのであのまず自分も一緒に遊びに行って自分の友達にしてください。 そうするとあこいつは別にそういうことしないやつだとか例えばじゃあその彼女と何らか手を出してやろうと思ってたとしてもそれって彼氏を知らないから手を出しやすいってなるんですけどさすがに彼氏を知っていて人間関係があると友達の彼女に手を出すってことになるのでやっぱり手を出しづらいっていう人の方が多いんですよ。まあ、それでも手を出す頭のおかしの人はいますけど彼女の友達ではなく自分の友達にするようにその遊びの場に自分も参加するようにするといいんじゃないかなと思います。 えー、20代とかで若い夫婦が新築プラスアルフォードとか買えてるのはなぜですかお金があるんじゃないですかまあお,お父さんお母さんのお金かもしれないですけど、えー、なぜ若いのにそんなにお金があるかなぜです家建てたと家の写真を SNS に上げてマウントしてるのも大ですどうせ35年フローンでカスカスのくせに見合ってバカみたいだなと思います家を持つのがそんなに偉いことなんですかコロナの影響でローン破綻してるものもあるのに怖くないのかな自分は、えー、っと自分は一括で中古購入済み うん、あの、他人が何を買ってるとかどうお金を使ってるとか、僕、超どうでもいいと思うんですけど、なんでそれにそのあの心を揺さぶられてしまうのかがよくわかんないですよね。自分が幸せであれば、周りの人ってどうでもいいと思うんですよね。なので、多分その気になってしまう原因って、その若い夫婦がそのアルフォードとか新築かどうかっていうのじゃなくて、多分今、自分があんまり楽しく暮らせてないんだと思うんですよね。 なので、そのまあ、彼氏を作るなりして、もしくは趣味に没頭するなりして、その自分自身が楽しくなる方向に、時間とその考えを使う、その,あの心の余裕を使った方がいいと思うんですよね。他人がこうなんだとか、あら探して時間をその使っても、別に、あの、あなた自身が幸せになるわけではないと思うんですよ。 なので、あの、その時間を、あの、あなた自身が幸せになる方向に使うの方がいいんじゃないかなと思います。あと、例えば、僕今、この1880円、あのスパチャでもらったんですけど、底辺の YouTuber でライブやってる人とかに、500円のスパチャするだけで、めっちゃ喜んだりするんですよね。そういう、あの、底辺を喜ばせるっていうのやるだけで、割と、なんか、いいことをしたっていう気になったりするので、底辺にスパチャをすると、あの割と幸せは簡単に買えますよ。 えー、給料や家賃を聞くと濁す人が多い文化というか金額を聞いてはいけない暗黙の旅館があると思うんですが誰でしょうかオープンにした方が低い人は転職や賃上げをするモチベーがあったりいろいろ相対化できていいと思うんですが、えっと、嫉妬する人が多いからですね日本の場合は嫉妬する人が足を引っ張るのが怖いので給料の高い人が言わないっていうなので低い人の方が給料言いがちなんですよね 例えば吉本興業とかでなんかその給料低いとか手取りが少ないみたいなことを売れてないタレントさんは結構言ってたんですけど売れてるタレントさんはやっぱり言わないんですよかなりの額もらってるんで。っていうのがあるので結局その,あの日本の場合って嫉妬が原因なのでその給料の低い人とかモチベーションっていう問題じゃないんじゃないかなと思います。 山田太郎さん YouTube 収益が100万円超えました広告収益だけが怖いのでメンバーシップ検討中です無料視聴者からすると差別と感じるらしく打開策があれば教えてほしいです、まあ、そ,のその差別を作ることでお金を払うという仕組みなので,なので差別と感じるというので嫌な気持ちになるというのは逆にお金を払ったらその人たちは幸せになれるんですよ無料の人が嫉妬しないような有料サービスは作ってもしょうがないんですよだって有料になる必要ないんだもん 有料の囲いを作って有料サービスをやるっていうのであれば無料の人が嫉妬するっていう状況にしなきゃいけないのでなので山田さん的には方向性としては正しいやり方をしてるんじゃないかなと思いますけどみんなに好かれたいのであれば金取ろうと思わない方がいい方がですよ <laughs> 金儲けると基本的には人には嫌われますよ。<laughs> あのその前澤さんとかって金配ってるだけじゃないですか。 別にあのほら前澤さん誰かから金巻き上げたわけでもないですよ。ヤフーが起こるのはわかる。あのヤフーはね何千億円も前澤さんに払ったから。でもその別にヤフーでもない人がね前澤さんがお金配ってるあの前澤さんに文句を言う人がいるんですよ。だって前澤さん金配ってるだけだよ。別に誰かから巻き上げてるわけでもなく迷惑をかけてるわけでもないのに前澤さんのやり方が気持ち悪いとか。 まあまあ僕もあのそのモラル的にいかがなものかとか言ったことありますけどとはいえそのお金持ちちっっていううだけでやっぱり嫌われちゃうんですよお金稼ぐと嫌われるっていうのはまず事実なのでそこを諦めないとお金稼ぎはできませんよ。